あの野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。兄貴、カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。やっぱりタスカーのやつ、送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。キリュウの兄貴、うちの頭のこといろいろ頼みます。頭がはめ外して揉め事を起こすのが容易に想像できますわ。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。せがって。キリュウさん。ジョーカー。さっき遠くからキリュウさんを見かけたもんでさ。もしかしてそこの水軍アパートがキリュウさんの屋さなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、キリュウさんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。そうか、それなら。どうかしたか？いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあ、とにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとくよ。それじゃあ。